プリカットは、インドのタミル・ナード州、ティルバルール県の都市。現地ではパズベールカードあるいはパラベールカードと呼ばれる。プリカットの上塞上塞の地図プリカットの歴史は、非常に古く、紀元前3世紀頃からすでにその存在が確認されている。プリカットは、ビジャヤ・ナガル王国の統治下で繁栄し、16世紀初頭のクリシュナ・デイバラーヤの地勢では、インドのデカン地方のみならず、 セイロンやペグートも貿易を行っていた。その時の人口はおよそ5万人であったという。1569年、ティルマラデーバラーヤが王国を3分割した際、プリカットを含む地域は息子シュリーランがデーバラーヤに任された。1608年、オランダ東インド会社は、ビジャヤナガルオーベンカタニセヒの許可を得て、1609年にはプリカットに召喚を建設した。また、 1613年にはヘルドリア要塞が建設され、1616 16年にはオランダ領コロマンデルの主婦と定められた。1690年、オランダ領コロマンデルの主婦がプリカットからナーガパッティナムへと移され、1760年にカルナータカ大使はこの地をイギリス東インド会社にジャーギンイルとして与えた。ありがとうございます。